小技でね、相手を揺さぶりかけてみたり、4というイニングで限定で今日起用してますから、だからおそらく、だけ呼び込んで、そしてね、腰の回転でスイングをするという、そういう技術を持ってますから、ですから遅れても深部、あそこはね、場外打つんですからね、そうですよね、驚きですよ、これは。あーと、三者で、ワンストライク、すごいな、高校時代を持っていたそうです。ああ、3球三振。ああ、三振です。セラは言っています。三振。カブレラ2打席連続三振。9つ目の三振を取りました。ね、ちょっと足が張ってるかおかしいから。ああ、しかし、外い。12個目の三振を取りのかエース上原あー三振さらに6番ハンター7番ヒンスキーを連続三振しばらくぶりでこのね生のプレーをこの球場で見るわけですから情けないのアクションがおなじみのポーズでしたね、はい、という、はい、このバリーボンズインコースへこの辺りも水野さん上原いいですねいい戦いでしたよ ね、 でしたね追い込んでここも空振り三振だすごいスプリットだ変身してんだもんねそうなのそういうこと満落ちたいそうですかはいじゃあそちらもトミーオールスターでしょはいはいしながらでしょうねそして自分の能力をね、はい、発揮するような形に、はい、まず取ってるわけですから、はい、だからその力を早くね遠回りせずに最短コースさあまた空振り三振だすごいやはりこのメジャーリーグの球団もこのメンバー揃えたいと思ってると思いますよあのハウ監督がやっぱりこのクリーンとそういう嫌感を感じるんでしょうけどね空振り三振すいませんね今初めて抜きましたね、ちょっとほころんだか初球ストレート空振り思い切り振ってきました第1戦は中国先発上原は外に広い国際ストライクゾーンの特徴をうまく利用し7回で11三振を奪う力投を見せましたその上原が初のオリンピックの舞台で躍動する初戦の重圧をものともせずイタリア打線を圧倒ストレートでストライクストライク外いっぱいイエス A ロッド初球はインハイへアナハイムはディズニーランドもありますバッターボックスは、まあ、日本でも同じとホームランも打たれたという上原ですストライクだ外いっぱいインサイドに持ってきました非常に肌寒い今年のカリフォルニアですランディウィンから始まる5回の攻撃です、でもまあ、 いいところにフォークも決まってますしはいはい、はい、間ねまたインサイドかあ空振り巨体を左バッターボックスに入れましたまずフォークからキューバとは戦っておりますなんとしても決勝に出たいナイスボールストレートのコントロールは今日もなかなかいいようです上原 2-3 スイングアウトすぐ、まあ、一塁の飛び出したのを見てよく投げましたいやしかし7球投げているという上原です、ね、大監督も驚いてましたね2回ぐらいまでいけそうですねそうですねはいバッターはショートのありますからまだ30球マウンドから投げることができますいいフォークバンナスイングバッターはイ・ビョンギュ松下さんも打たれましたが上原ここまで韓国打線も2安打0点外は直球この前のねフォークボールでも本当にうまく打たれしたなら浩二5対0と日本リードスライダーから、これは最後はストレート3連続3割を打っています金城これは生徒、そこへ甘いボールが来るからとこの回はどうでしょうかバッターね、でテンポよく投げますよねストレート3球三振、それがいきなり1点差2点差の長すぎっていうのはもう的な大きな一つの節目の目標がありますバッタークリーンアップ振ってますから ねまたストレート争ってますからね争ってますからねここはフォークボールで空振りの三振ですよ ね
一球インコース外いっぱい、あーっと三振。このあたりはコントロールに進という結果で今日はスタメン復帰久々でしたよね。そうですね、怪我人が一人二人とね、ゲームは6回の裏に入ります。外そういう球が来たんじゃないですかね。まさに絶好球かかってると言いますかね、はい、バッターに各バッター粘られて11、最後は上原がすでに大きく超えています。最後もフォークボールだ。タイガー悪くてもやっぱり野球っていうのも知ってますからね。はい、あーインハイエー、あーっとフォークボールだ。はリーグナンバーワン、セーブがつく場面での登板は成功率なんと 100%。 インコース最後だとして巨人サイド側から見てね、推理していたその肝は気迫あふれるピッチングで2回をノーヒットに抑えました。それでも守護神が踏ん張り、タフなゲームをものにした巨人、ペナントじゃないかっていう、ね、球場空気。一方巨人の先発は上原、キレのあるストレートを中心に6回までに7つの三振を奪います。んー、アウトローへ、その辺のまだ試合感というか、のがちょっと欠けてる。その上原がツーアウトを取って、でも自分の目標に向かって頑張ってもらいたいと思いますね。1回頃まで逃げるかなと思ったんですがね、落ちてるように相手のバッター感じますんでね、初めてのマウンドだったんですが、2イニングを内野安打1本、3つの三振という。そして最終回も続投の上原は先頭バッターをストレートで空振りの三振。さあ上原、北京での1球目、あいいボールですね。今のは140マスト、星野監督の思いに陳金峰にスリーランを浴びた。ゲームセット、オリンピックの切符を掴んできた。空振り、非常に泣いてきた。しかしこの北京で上原は、昨日京セラドーム大阪で敗れたジャイアンツですが、今日は生きていたと言います。相手のボールに対する対処という話がありました。やっぱり今日はね、気合のこもったね、本当に上、勝率勝ち変えていったりとかいろいろ動きますけども、はい、あ、変わりやすい、取るのは楽ではないかもしれません。さあバッターも見えたんですけどね、はい、序盤立ち上がりものすごいやつを書いていましたが、一旦引いてまた汗が滴ります。アウトローを見逃す三振、ただやはり違いますね。そうですね、はい、なのでちょっと不安に思ったこともあったんですけど、まあ今はもうかなりいいですね、やってるという方もあるし、やっぱり行かれないですよね、はい、中村君ってやっぱりストレートには強いバッターですから ね、そうですよ ね、 ね、技術も上がってきて、そうなんですね、はい、球を運ぶどうしてもこうちょっと落ちてきたりとかすること、やっぱり上に上がれる確率っていうのは高いんじゃないかなって気がしてるんで、今日の、はい、クローカー外へ、外のフォークボール、これを落とします。なるほど、ですからありますね。ありますか、はい、外いっぱい、まだアウトロー、見逃